ようこそ手塚様全巻チャンネルの何がしでございます。今回はですね、ブラックジャック好きなエピソードランキングトップ10を発表したいと思います。手塚作品の中でもですね、最も人気があると言っても過言ではない代表作であります。その完成度はですね、プロの漫画家ですらこんな作品手塚治虫にしか描けないとうならせてしまうほど完成度が高く、日本漫画の歴史の中においてもですね、ひときわ輝く医療漫画の金字塔であります。そんな至極の作品群の中から恐れ多くも私、手塚治虫専門 YouTuber 何がしが好きなブラックジャックエピソードを今回はランキング形式にて発表しようと思います。世間の人気とかですね、もうそういうのガン無視で、完全に個人の好き嫌い丸出しで発表させていただきます。手塚治虫好きはもちろん、ブラックジャックを知らない方にまでぜひとも見てほしい珠玉のエピソードを発表いたしますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。このチャンネルでは手塚治虫の関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ノートも更新しておりますので、ぜひご覧になってみてください。それでは本編行ってみましょう。さあ、お待たせいたしました。早速テンションぶち上がる珠玉のエピソードを発表していきたいと思います。その前にですね、このブラックジャックのどの話が好きという議論はですね、マジで一生終わらない無限ループ地獄になってしまうんですが、そこをですね、あえて今回はランキング形式で発表させていただきます。そしてその順位はですね、あくまでも今現在の僕自身のランキングでありまして、まあ1年後2年後、まあ下手するとね、1ヶ月後には全く順位が変わるという可能性も、否定できませんので、そこはご了承いただきたいと思います。それほどまでにですね、完成度の高いエピソードが多く、どれを選んでも名作と呼べるほどに面白いブラックジャック、ぶっちゃけ捨てエピソードがですね、もうない奇跡の漫画でございますので、どうかそこをですね、ご理解いただければと思います。それではまずは10位の発表からいきましょう。はい、それでは10位の発表いきましょう。10位はですね、こちらです。流れ作業ですね。はい、こちらはですね、大きい大病院でね、患者の問診を流れ作業で行ってて、まあ一人にかける時間が極端に短くてですね、大病院ならではというところの、お話であるんですがね、まあそんな時にね、院長の娘さんが事故で運ばれてきて、まあそこで、ブラックジャック登場というようなあれなんですけど、まあこれもいいですよね。なんかブラックジャックらしいと言いますかですね、やはりこの病院というね、大きな、組織権力の中にあって、はみ出し者のブラックジャックとのこの絡みですよね。非常にね、これやっぱブラックジャックという漫画をもう表す非常にシンボル的なね、エピソードの一つだと思います。素晴らしい作品でありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、続いて9位の発表いきましょう。9位はですね、こちらです。ホスピタル。はい、こちらはですね、冒頭はもう大病院の皮肉が描かれてますよね。白い巨塔のワンシーンをパロディにした医療漫画の定番シーンであります。ちなみにですね、白い巨塔がモデルにしたなにわ大学附属病院っていうのはですね、手塚先生が学んだ大阪大学附属病院のことであります。そしてブラックジャック連載前にですね、描かれております、キリスト参加でもですね、手塚先生は母校をモデルに、閉鎖的な病院という封建社会に潜む悪をですね、こう皮肉って、描いていますよね。まあ、まさに大人版ブラックジャックの前身とも言える作品であります。こちらもね、非常に面白いんで、ぜひ見ていただきたいと思います。ちょっと話戻しまして、本作もですね、権力に立ち向かう一人の医師を中心に、ブラックジャックがですね、最高にも爽快なオペをね、行うんですね。これぞね、ブラックジャックの真髄、真骨頂ともいえる、名作の一つであると思います。僕もですね、まあ、今でも抗がん剤治療のね、身ではありますが、患者として先生に体を預ける、未来を預けるという意味では、まあ、治療だけが
医療ではないということを身をもって体験しております。幸い僕の担当医はですね、もうめちゃくちゃいい先生で、それこそブラックジャックみたいなね、ちょっとはみ出した先生なんですけれども、やっぱり、患者と医師の在り方というのをですね、非常に考えさせられますよね。獣医の流れ作業のエピソードもそうでしたけれども、現在の医療における在り方の一つというのを、示した作品なのではないかなと思います。ブラックジャックがどういう漫画なのかというのもですね、こう凝縮されたエピソードでありますので、この10位9位ね、もうぜひ読んでほしい作品であると思います。はい、さあ続いて8位の発表いきましょう。8位はですね、こちらです。満月病。はい、こういう話ね、僕結構好きなんですよね。ブラックジャックがですね、毎年ある喫茶店のウェイトレスの姿を見に行ってですね、その年からね、ウェイトレスがいなくなるっていう話なんですけども、まあなんかストーカーみたいなお話ではあるんですけど、まあこれ事情を聞くと、どうやら、そのウェイトレスがね、見にくくて太ったから、そのウェイトレスのね、喫茶店の仕事に出なくなったっていうようなお話なんですけども、まあ、気になったブラックジャックが彼女の元を訪ねて、まあ、そこでっていうようなお話なんですけども、まあ、なんでブラックジャックがね、そういうことをするのかっていうのは、まあ、これは見てのお楽しみでありますが、こういうね、人情味あふれるエピソード、そして、その理由ですよね。まあ、ここにブラックジャックというのがどういう人間性なのかというのがね、掘り下げられた名エピソードになっております。これもですね、まあ、治療云々というよりもですね、こうヒューマンドラマ的なね、エピソードになっており、このような作品がやはりブラックジャックという作品のスケール感をね、まあ、1段も2段も大きくしているのではないかと思います。非常にこの心温まるというかですね、熱い、内に秘めた熱い思いを感じられるエピソードだと思いますので、8位とさせていただきました。さあ続きまして、7位の発表いきましょう。7位はですね、こちらです。2度死んだ少年であります。これぞですね、ブラックジャックというエピソードの一つだと思います。簡単に言いますと、まあ、一度は死んだ殺人犯をですね、それぞれの正義のために生き返らせて、そして裁判で衝撃の結末を迎えるというね、手塚治虫の真のテーマが炸裂した傑作の一つであると思います。何のためにですね、命を助けるのかという医者としてのシンプルな答えがね、ここにはあると思います。権力、名誉、そしてお金、まあそれらにね、真っ向から、否定したブラックジャックの命の在り方というね、ラストのブラックジャックのセリフというのが本編の、伝えたい、手塚先生が伝えたいメッセージの一つであると思います。非常にシンプルながら力強いエピソードの一つと、言えると思います。はい、7位とさせていただきました。さあ続いては6位の発表いきましょう。6位はですね、こちらです。獅子面病でございます。こちらはですね、ブラックジャックの中でも人気のエピソードだと思うんですけども、以前にご紹介しましたベスト40にもね、入っていないという作品なんですね。これちょっと不思議ですよね。ブラックジャックのですね、この手術に、向き合う信念が現れた屈指のエピソードだと思います。お手上げの難手術をですね、こう押し付けられましても、無理だ無理だとね、叩かれて、さらにですね、この術後も、食わせ物扱いされながらですね、もうこう3ヶ月経ってやっと手術の成功がわかるんですね。だけどもこうやっぱりもぐりという立場で世間では認められず、結局というようなお話なんですけれども、このラストシーンもですね、もうめちゃくちゃいいんですよ。まあ、ブラックジャックね、ラストにがすごいっていうのは、まあ、結構あるんですけども、これはね、まあ、その中でも、対権力に対するエピソードもね、数ありますけれども、その中でも僕個人は非常に秀逸なエピソードの一つだと思います。ぜひね、見ていただきたい作品になっております。
ではいよいよベスト5の発表に参りますが、その前にですね、以前に講談社が行ったあなたが選ぶブラックジャックベスト40という企画がありまして、そちらをご紹介した動画も、配信しております。こちらですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧になっていただきたいのですが、このベスト40の中にですね、ここまで僕が発表したランキングの中で、ホスピタルしかランキングされていないんですね。40個あって1つですよ、もっと言うとですね、この後ベスト5発表しますが、その中ですにもですね、実は、入っていないものが多いんですね、僕の感性がずれてんじゃないかなと思うぐらいランキングされていないので、わざと外してんじゃないかとかね、つぶってんじゃねえかって思われるかもしれませんが、全くそんなことはございません。もう完全にガチでね、選んでこの結果になっております。まあここら辺がですね、先ほども申し上げたように、まあどれもが名作でありまして、選ぶ人それぞれによって好みが分かれてしまうという面白さではあるんですけれども、そうですそれなんかまあ不思議な感じですね。はい、というわけで、さあ一体どんなエピソードがねランキングしたのか、いよいよこの後ベスト5の発表でございます。さあそれではベスト5の発表いきましょう。5位はですね、こちらです。病院ジャックでございます。こちらもですね、あのベスト40ではですねランク外でございます。これなんで入ってないんですかね。もうタイトル通りですね、病院が、テロリストに乗っ取られてしまうというストーリーなんですけども、めちゃくちゃいいお話だと思うんですけどね、このねテロリストにね乗っ取られてしまってですね、ちょうどその時はブラックジャックがオペ中でも手も足も出せないと、で目の前にはですねこの腹部を開けた患者がいるもですね、もうどうしようもできなくて、もう時だけが過ぎてついには停電しちゃうんですね。そして視界が真っ暗になって、ついに万事休すというところで、もうブラックジャックの超神業が、炸裂するというお話でありまして、しかもなんといってもですね、このラストの名台詞ですよ。もう本当ね、ブラックジャックのエピソードの中でも屈指の名エピソードだと思いますよ。本当にこれがね、なんでランク外なのか分かりませんけれども、これね本当ね、マジで見てほしい作品になっておりますので、もう僕としてはもうベスト5、間違いない作品であります。はい、さあ続いて第4位いきましょう。4位の発表です。こちら助け合いでございます。こちらはですねベスト40では22位にランキングされておりました。はい、何がし的にはこちら4位の作品であります。これはですね、海外で冤罪になったブラックジャックを助けた日本人のお話なんですけれども、もう受けた恩は誠心誠意報いるという、もうブラックジャックの珠玉のエピソードの一つだと思います。もう規格外のね、その誠意にもう惚れちゃいますね、これはね。まあ命を助けるというお話というよりですね、この恩義を果たすというね、もう執念がまあ見事なんです。まあ手術もね、とんでもない手術やるんですけれども、まあブラックジャックという人間が、何によって突き動かされているのかというのが、表現されたお話でありまして、もう非常にね、ブラックジャックの中でも秀逸なエピソードの一つになっております。こちらもねぜひご覧になってほしい作品であります。さあそれではですね、いよいよベスト3の発表でございます。はい、こちらからはね珠玉のエピソードが3本ご紹介させていただきます。まずは3位の発表です。3位の作品はこちらです。上と下でございます。はい、こちらはですねベスト40の企画では37位にランキングされておりました。いや、いいですね。これはね、もう今で言うところの上級国民と貧民っていうやつでしょうか。身分の差を超えて描かれる、命の代償、義理人情、そして最後のブラックジャックの粋な選別とね、身分とか階級を超えた友情物語ですね。これもね、もう手塚治虫が、まあ、好んで書いていたテーマの一つでありまして、もう完璧ですよね。この濃密なドラマをわずか数ページで描くという
のはもはや神業の一つと、言えると思います。ぜひともまあ読んでほしいエピソードでありますし、まあ、これ一つでですねもう映画が一本取れてしまうというぐらいもう凄まじいエピソードになっております。本当手塚治虫のヒューマンドラマ炸裂の、もうすごいとしか言いようがないんですけども、語彙力がなくてすいません。本当にね素晴らしいエピソードになりますので、ぜひご覧になってみてほしいと思います。3位ランクインでございました。さあいよいよですね残すところあと2つとなりました。それでは2位の発表いきましょう。2位の作品はこちらでございます。2人の黒い医者であります。こちらはですねベスト40の中ではベスト10位にランキングされておりました人気作であります。これはですね人気のキリコとの共演作でありまして、非常にこの今日的なテーマになってますよね。延命治療と終末医療のあり方、安楽死の、是非を問うドラマというね、そういう作品になっております。本作でね結局最後はどちらなんて言いますかこう運命には逆らえないといった、無常の結末になっておりますが、これがね深く心に残るブラックジャックの中でも屈指のエピソードだと思います。それがね、その講談社の方のベスト40の、ランキングでも10位にランキングされておりますようにですねこの読者の中にですね、深く心に刻み込まれるようなエピソードなんじゃないかなと思います。ラストシーンのですねキリコの高笑いとブラックジャックの魂の叫びというのはですねもう本当にブラックジャックの中でも名シーンになっておりますので、こちらはぜひご覧になってみてほしい作品になっております。はい、というわけでいよいよ残すところ1位の発表のみとなりました。事前に申し上げますがこちらはですねあのベスト40にも入っておりません。なんで入らないのかね非常に不思議なぐらいの傑作なんですけれどもね、入ってないエピソードがね、僕の1位ということであります。その1位を発表したいと思います。その1位とはこちらでございます。落とし物です。はい、これねもう僕めちゃくちゃ好きなんです。もう大好きなんですね。手術不可能とね、サジを投げられた奥さんのためにですねサラリーマンの男が全財産を投げ打って3000万の小切手を用意します。でもその小切手をね落としちゃうんですね。当然それじゃ手術ができないとしてね、自分の体を差し出して妻を助けてほしいとブラックジャックにお願いするんですけどというようなね、ストーリーなんですけども、これもねほんと名作おばあちゃんに匹敵するぐらいのね、大切な人の命に向き合う激アツのエピソードになっております。もうねほんとぜひ見ていただきたい。子供のね存在がこれまたいいんですよね。もう泣けるというかねもうじわじわ涙腺が緩んできます。構成力もまあ見事でございましてもう完璧なんですね。タイトルのですね落とし物とかけてラストのブラックジャックの憎い演出、これまたね最後のブラックジャックがまあいい顔してるんですよ。本当にねもう大好きなシーンであります。大切な人を守る覚悟、ブラックジャックのねこのベスト40のランキングにもなぜ入っていないのかもう本当に不思議なんですけれども、間違いなくですねこのブラックジャックの中でも屈指のエピソードであります。これもぜひ太鼓判を押してねお勧めいたしますのでぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、というわけでランキングベスト10の発表でございました。いかがでしたでしょうか。あれ別動画でも熱く語っていた名作おばあちゃんが入っていないじゃないかと、思われた方も多いと思います。そこでですね補足させていただきますが、このおばあちゃんはですね殿堂入りなされました。はい、というわけでですね今回は残念ながら、ランク外とさせていただきました。すいません。今回ですねこのランキングを作ってみてですね本当に悩みましたね。まずですね、まあ、何が大変かというと、まあ、全部読み直したってことですねこれがまず非常に大変でございました。
でですね、まあ、いくつかね、読んだ中でこう絞り上げるんですけれども、まあ、それでもねやっぱ40個ぐらいにはなったんですね。ですから講談社のランキングもですね、まあ、なんでベスト40なのかなって思ってたんですけれども、そういう理由で 40なのかもしれませんね。そもそもね40って非常に中途半端じゃないですか、まあ、ベスト10とかねベスト30とかならまあ分かると思うんですけれども、まあ、それはさておきですね、僕もやっぱりこう 4,50 ぐらいになるところからまあ10本にこう絞ったわけでございますが、まあ、これは非常に何と言いますか結構苦渋の選択でありましたね。参考までにですねこの漏れた作品をいくつかご紹介しておきますと、報復も、ちょっと迷いましたよね。このイタリアのねあの大富豪が来て、こう日本の医師会をメンツが丸つぶれになるという、まあ、非常に痛快な、エピソードですし、友よいずこのですねこのブラックジャックの顔の皮膚の色がなぜ違うのかという秘密が明かされる小学校時代のエピソードもね、これ非常に迷いましたね。あとガスとかねあのピノコのブラックジャックの必死さ、乙女心が交錯した心温まるエピソードでありますし、目撃者も迷いましたね。まあ、決してねあのいいエピソードではないんですけども、こういうね、のもやっぱブラックジャック的なね、非常にいい話ですね。あとはそうですね、ある老婆の思い出という作品なんかはですね、まあ、オチのね素晴らしさで言うと多分天下一品なんじゃないですかね。この展開は誰も予想しえない見事なオチでありますし、あと宝島ですね、これはあの別のムーという作品の動画でもご紹介させていただきましたが、ブラックジャックがこれまでに稼いだお金の在処が明らかになるというようなお話でありまして、ラストのブラックジャックのセリフというのは、まあ、これまでにね一度も聞いたことがないとても医者とは思えない衝撃な一言が飛び出しますからね、非常に見どころのあるエピソードです。まあ、こちら、概要欄にリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてほしいと思います。あとは浦島太郎とかもですね、なかなかちょっと捨てきれないエピソードでしたね。あの55年間寝たきりの患者を生かすかっていうのでね、まあ、キリコが出てきて、まあ、安楽死させるかというような、まあ、人間の神秘をね、あの人間がどうこうできる代物じゃないっていう結論なんですけれども、まあ、非常に、いいエピソードですよね。まあ、あとは白い目なんかも迷いましたよね。あの最高の医師たちがですねこの奇病にお手上げになっちゃって、ブラックジャックが呼ばれて、モグリという白い目で見られながらその難題に立ち向かうというお話なんですけれども、よかったですね。あと黒潮号、っていうやつなんですけど、これもですねあのブラックジャックが、まあ、ずっとつきまとうんですけど、まあ、その執念が非常にもう凄まじい執念なんですけれども、まあ、その動機がね、これまたすごいというようなね、話になってますね。あとはそうですね、ブラックジャック病っていうやつも捨てがたいですよね。とにかくですねどれをとっても名作に挙げられる完成度でありますから、まあ、ランキングに関係なくねもう全部、読破してほしいと思います。医師免許を持つ手塚先生にとってですね、こんな医者になってみたいという思いを漫画に託したとも言える、言い換えればもう一つの手塚治虫像、それがブラックジャックであると思います。そしてブラックジャックとはですね、人類普遍の命の尊さをテーマに描いた作品だからこそですね、いつの時代も決して色褪せない永遠に語り継がれていく作品なのではないかなと思います。ヒューマニスト人間参加の進行手塚治虫という天才作家のですねポテンシャルが結集した日本漫画における名作中の名作、今回のランキングを参考に一人でも多くの方に読んでいただきたいと思っております。そして僕自身ですね、最近がん手術を行いまして、今こうして社会復帰できておりますのも、医療関係に、携われた皆様のおかげであります。何か社会にね自分ができることはないかと考えまして、僕にできるのはこれぐらいしかないかなと思いまして、ブラックジャック全巻をですね学校関係や
図書館などの教育機関、そして病院などの医療機関に寄贈させていただいております。応募の詳細はですね、概要欄に、ありますので、ぜひそちらご覧いただきましてご応募ください。というわけで、今回はブラックジャック好きなエピソードランキングベスト10の発表でございました。このチャンネルでは手塚治虫関連情報を偏って配信している手塚治虫専門チャンネルでございます。過去動画にもたくさん手塚作品のご紹介をしておりますので、ぜひご覧になってみてください。ノートの更新もしております。概要欄リンクよりご覧いただければと思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。